小さな美術館軽井沢草花館は、長野県北作郡軽井沢町にある個人美術館。画家、石川光一2007年が描いた軽井沢に、自生する草花図を展示する。1997年に軽井沢仮宿で開館。1999年10月に軽井沢雲場通り、移転。さらに2006年4月に現在地に移転した。石川は1937年。 三重県長郡で開業医の次男として出生。高校を卒業後、大阪市立美術研究所で学んだ。20歳の時に大使を抱き、東京に出本、漫画家となる。その間に、画家への道を目指し、デッサンに明け暮れる。30歳の時に描き始めた、ドローイング、人間ギガが、銀座の画商に認められ、援助を受けることになる。以降、 人物画を中心に画家としての活動を続ける。1981年、古典のため軽井沢を訪れたことが縁で草花と出会い、草花画が,が本来目指すべき道とだと悟り、草花のスケッチと、油彩画の制作に新境地を開いた。草花本来の姿を描き取るために、スケッチは自ら軽井沢の野山を駆け巡り、自生地している状態の姿を描き続けた。 油彩画は、灰背景の色を何層にも重ねる、独自の技法で、日本画のような、繊細な画風を生み出している。近年の開発の中で、自生地が狭められ、消えゆく草花が増える中、軽井沢の自然に息づく、草花の永遠の命を残すをテーマに、活動を続けた。2007年7月永民。郵便番号389-0104長野県。 北作郡軽井沢町軽井沢東19-40ありがとうございます。